だから違うっつってんだろ。大体だな。今の俺にそんな暇はねえよ。こうってば、そんなんじゃダメよ。それにこうはいつも私のことにばっかり構ってる。当然だろ、幼馴染なんだぜ。まあいいや、こうの言ってくれたことは嬉しいから。納得してくれたならそれでいい。そろそろさすがに俺行くよ。ショート前には出た方がいいだろうし。そうね、バナナありがとう。また来るよ。おとなしくしてるんだぜ。こうこそ夏だからって薄着で寝ちゃダメよ。夏風邪はしつこいんだから。分かってる、じゃな。こうには素敵な人が必要なの。こうを支えてくれる優しい人が。私じゃダメだから。こう、なあおさん、いつになったらこれは終わるんだよ。諦めろ、このままサボれば明日にでもここの電気止まるぞ。この季節クーラーなしはきついぞ。お前はそれでもいいのかもしれんが。そりゃ俺だってよくねえけどさ。それにしてもちょっと多すぎやしねえか、この書類の山。口を動かしてる暇があるなら手を動かせ。今日のはまだ序の口だが、終わればまともな飯が待ってる。それは嬉しいけどよ、やっぱ外で猫を追っかけてる方が性に合ってるぜ。孝太郎、拙者孝太郎と別れたくないでござるよ。ちょっと待てよロイ、落ち着け、恥ずかしい、離れろ。孝太郎と、孝太郎とまた離れ離れになるなんて、拙者はいいから落ち着いて最初から話せ。見てるこっちの方が暑苦しい。実は拙者のダディが倒れたでござるよ。それで
急いで家に帰ることになったのでござる。そりゃ大変だ。まあ帰ってやるのが親孝行ってもんだな。いいとこあるじゃねえか。それで親父さん大丈夫なのか？あんなに元気だったのにな。まだ何とも言えないでござるよ。それで今日は小太郎にお別れを言いに来たのでござる。でも二度と会えねえってわけじゃないんだろ。今は親父さん大事にしてやれよ。お前さんにもいろいろ世話になったしな。どうだ、今から別れの席でも設けてやるか。お別れパーティーか。おっさん、たまにはいいこと言うじゃん。そうだな、ふみこたんやさよたんも呼んで。それは感謝の極みでござる。こうだろう、戦車、戦車は。光栄の極み。なんてね、呼んでくれてありがとう、お兄ちゃん、探偵さん。ほら、土産も持ってきたぜ。拙者のためにそこまでしてくれるなんて、感激で涙が止まらないでござるよ。ちょっと待てって、お前なんで普通の服着て忍者口調なんだ。光太郎、拙者も本日は TPO をわきまえてこのような服を着てきたのでござる。忍者は忍ぶもの、素性を隠せど心は常に世界忍者なのでござる。そう、拙者は正義の世界忍者ロージャー。このバカ、どこが TP をわきまえてんだよ。私服になっても静かにはならんのか。お兄ちゃんたちとっても面白いです。ごめんなさい、笑いが。いや、光太郎くんから噂を聞いてたが、愉快な男だな君は。俺は近衛隆之、こっちは七城芽衣。初対面だが賑やかしだと思ってくれ。ハハハハ、 No problem。 光太郎のフレンドは拙者のフレンドでござるよ。そいつはありがたい。どうだい、一杯やるかい。ロジャーさんも光太郎兄ちゃんも未成年だから、お酒は命ですよ。おっと、これいかんな。じゃ、坊やたちはケーキを楽しんでくれ。ガキ扱いするなよ。これだから昭和生まれってやつだ。まあまあ光太郎、こんなに立派なイチゴのケーキでござる。うまそうじゃん。中までイチゴがぎっしり詰まってるぜ。桃まで入ってる。まあ俺が飲むさ、仕事の後だしな。酒くらいたまにはゆっくり飲みたいもんだ。俺だって仕事は。よく来たな、ふみこたん。本日はお招きいただいてありがとう。そこの USA バカが帰るそうで残念だわ。
いや、拙者も残念でござる。文子殿とはまだまだ話したいことがあったんでござるが。安心なさい。あなたの心配事は引き受けてあげるわ。そのようなこと結構でござるが。そう？遠慮することないわ。あなたの大切な光太郎は私が責任を持ってちゃんと面倒を見てあげるわ。遅れて申し訳ありません。コンビニのお仕事が少々長引いてしまいまして。ええ、気にしなくていい。まだ慣れなくて大変だろうからな。ところでロジャーさんはどちらに？なあ、さよ殿、拙者はここでござるよ。お忘れとはひどいでござる。だってあのテレビジョンにしか出てこない不思議な忍者装束は？個体認識を服装に依存してるのね、あなた。それにしても服を脱いだら普通に喋ると思っていたんだけども違うのね。ノノノ、拙者は忍者。いかなる素性に身をやつそうとも本質はただ一つでござるよ。あのふざけた服が本体で、あなたの体は虚像か何かじゃなかったの？座った方がいいんじゃないかな。探偵さん困ってるよ。そうさせてもらうわ。ミュンヒハウゼン、準備を。かしこまりました、お嬢様。私は。ウォーマ、ほら隣にでも座れよ。あ、はい。では失礼します。サヨタン、顔色悪いぞ。大丈夫か？大丈夫です。なんだよ、人が心配してるってのに。二人とも喧嘩はねえですよ。はい。喧嘩するほど仲がいいって言いますけど、今のはねえです。今日はみんなで楽しくですよ。はい。じゃあ仲直りの握手です。ミュンヒハウゼンさんよ、一体何をやってるんだ？もちろん門出にふさわしいフルコースを。ここでか？ご心配には及びません。ちょっとしたコツさえつかめばどなたでも可能でございますよ。あ、いや、いいならいいんだ。皆様は座ってお待ちください。おい、ウミコタン、そんなに。あら、そんなに何かしら。いや、くっつくと、その、胸とか。胸？そんなハレンチな。おっ、サヨタンもくっつくな。ノー、拙者もコウタロウと、ケンシュープハグクモでござるよ。やめろ、倒れ、倒れる。いいのかい、助けなくて。いつものことだ、
気にするくらいなら机でも運ぶさ。ありがとうございます。では中央に空間を作っていただけますか。了解だ。私も手伝うね。お待たせいたしました。こいつはうまいな。食べるのがもったいないくらい綺麗なお料理ね、タカちゃん。まったくだな、こんな食事は久々だ。あれ、サヨタン、お箸で食べるのか。いけませんか。うちで命導してるのに未だに覚えないのよね、この娘は。ミブヤにはそんな西洋の小刀は必要ありません。そんなこと言わずに、ほら、ここをこうすれば。触れないでください。バカ、刃物を振り回すな。まあまあ拙者、食事は楽しく美味しくできればそれで良いでござる。そうそう、あんまり深く捉えるなよ、さよちゃん。例えば、こんな風に。残念だな。出会ったばかりでこんなに気が合うのに。さすがに大した腕だな。いや、感心したよ、ロイ・バウマン君。拙者も残念でござるよ、バラの騎士殿。それに引き換え、コウタロウはいまいちノリが悪いでござるな。俺はお前と違って芸人じゃないんだよ。コウタロウ、それはひどいでござるよ。演出に頼りすぎね、60点。手厳しいでござるな。ところで、ロイ、時間いいのか？よくないでござるよ。じゃあ急いで出ようぜ、送るよ。 Thank you、コウタロウ。よっしゃ、行くぜ。おい、コウタロウ。私たちもお見送りした方が良いのでしょうか。あの二人にはあの二人の話があるでしょ。そうだな、たまには男同士にさせてやれ。じゃあここで僕はお別れだよ、カオ。口調変わってるぞ。カオの前で自分を偽る必要はないだろう。なんだいそりゃ。行くよ。ああ、元気でな。一旦さよならだ。さよならは言わず笑っていくのが男ってものさ。